その辞めた時の話します。あれ、それやっていいんですか？いいんじゃないですか？まあなんかってこういろいろこう戦いながら、もうチームが確かに作ってきたので、今でも覚えてるのは、はい、3人が同じ日の収録になったことがあるんですよ。これ非常に危険なチャンネルだな。Hello で始まりました、モテッチチャンネルです。今回はですね、スペシャルゲストとして、さあ、やってまいりました。ソウ先生です。どうも、こんにちは。現在を教えてます。ソウと言います。よろしくお願いします。いやー、久しぶりですね、本当に。久しぶりです。まあ、こんな形で再会するとは。そうですね。本当に、まあ、そうですね、このテロップがこう、ね。いやもうテロップも1万回ぐらい言われたって言ったんで、もう。聞き飽きました。いやー、そうですね。もう、当時いた時にね、あって、のが最後。ああ、そうですね。いやもう何回か食事はさせてもらったんだけど、まあ、非常に真面目な男なんで途中でこう退席するというか。あります。最後までベロベロになったのは僕と。ベロベロでね。いろいろ某先生何かっていう感じですね。いろんな先生たちがみんなベロベロだったら収集つかなくなるんで、なんとか、なんとかしなきゃって、ね。ああ、なるほど。僕はお酒を飲んでるふりを。ああ、いやー途中で帰ってたような気がするんですよね。じゃ帰ってないですよ。本当に帰ってないですよ。で大岩先生がガンガン継いでくるっていう、ね、もうね瓶がワインのボトルが壁にずらって並んで、店のボトルがなくなったっていうね。そうなくなりました。いや誰が飲んだか僕ちょっと記憶にないんですよね。あれもね、その辞めた時の話します。あれ、それやっていいんですか？いいんじゃないですか。まあ、詳しくはどうしたんですか。やっぱりだってあの時ボリュームゾーンやってたのはやっぱ総先生だったわけじゃないですか。そうだね。うん、だって林先生は上のクラス。板野先生ってどこもポジションだったんですか。いやー板野さんが、まあ、僕が入る前、都心で採用してもらう前は、はい、板野先生がまあ、おそらくボリュームゾーン担当なさってて。はい、まあ、僕が行って担当非常にこうさせてもらったんだけど、はい、まあ、河合塾からでしょ。河合塾からですね。で CM とかもね、そう伝わるんですよ、ね、書いてあるんですよ。ちょっとからかってる。まあ、あの CM 今でも携帯なんか入れて寂しい時は見てますけどね。まあでもボリュームゾーンってやっぱりこう顔が売れてるし、たくさん使ってくれるので嬉しかったんですけど、はい、まあでもまあそれの割にあんまりね、いろいろとこうまあ都心、これどこまで言っていいのか、現代文の言葉を選ぶ濁しちゃったけど、まあでもいろいろぶつかって、まあぶつかってこういろいろこう戦いながら自分の地位というか立場やっぱ作っていくと普通なので、でも戦ってるうちはいろいろあったということですよね。なるほど。うん、給料とかが大変だった。いやー大変ですよ。それもねえ、これどこまで言ってるか分かんないけど、P 入れますよ、 P。 そうですね。林先生なんてもね、僕なんてもうこんなですから。そうだね、現代風。でも ね、普通に林先生とも喋ってましたね。いや仲いいです、仲いいです。僕はあの、まあ、辞めるというか辞めさせられるというか、まあ、問題になった時に一番最初にメールでいろいろ相談聞いてくれたのは林先生。ああそうだったんですね、うん、同じ国語なんでね、はい、こういうことになりましたって報告をしたんですけど、はいはいはい、すぐ帰ってきました。へえ、すぐ帰ってきた。そうだったんですね、うん、板野さんがあなった時も、ね、林先生がそのカバーしたりとか。ああすごい、林先生なんか株を上げてる。本当だね。ちょっと年取らないとね。でも今でも覚えてるのは、はい、3人が同じ日の収録になったことがあるんですよ。あったかもしれない。林先生、総先生、うん、板野先生が同じ日になった時に、うんうん、全部回と時間が分かれてたのは結構衝撃でした、うんうん、ああそうだね、会わないように、はい、あのね、講師室の前に職員がこう何人かこう立って、はいはい、こう後ろで組んでね、はいはい、通さないようにしてた。へえ。で僕は林先生と仲いいから、はい、あの一緒にご飯食べたりするんで、はいはい、ちょっと林先生と話したいんですけどって言っても、はいはい、いやちょっと授業のご準備がありますのでって。へえ。そうなんですよ。会わないようになってたんですね。はい。板野先生とはちょっと面識がなかったので、そうなんですね。まあ、やっぱ著名な先生だったんで、はい、ちょっとまあいろいろ伺って勉強したくて。はいはいはい。で個室入ろうと思ったんだけどそれも止められました。へえ、うん、じゃああの事件に関して。それはまあ今何してらっしゃるんだろうね。だからこれどこまで言ってるの。全然わかんないです。まあわかんない、多分切りました。あ本当に。あ ただやっぱり予備校業界ってほら
子供というか生徒の前で僕ら、ね、信頼を得やすい立場だし、まあ、これはやってはならないっていうことがいくつかあるけど、その中でもではあるよね。なるほど、なるほど。人間だからね、僕らって、うん、だからこう教壇に立ってると先生、まあ、聖職者って言うとまで言わないけど、まあ、先生ってやっぱり尊敬される立場なんで、聖職の感じが違うみたいな。まあそうだね。これ非常に危険なチャンネルだな。まあ、ただまあそういうこともあるんでね、あの信頼は得やすいんで、はい、そこはまあやっぱりご法度というか、だと、まあ、僕は思いますね。ただいまだから授業準備の時間なしでやってますからね。あ、もう授業準備なんかやってる時間なんかないので、よりこうライブ感を出すという、ライブ感を出すって言ってます。とりあえずそうやって言ってます。そ準備せずにやる授業、いやそれは普通ないからね。これ YouTube に残るのに。いや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 、まあもう本当ね、その場で思いついて話してるみたいに見える話し方する先生も、まあ、実は緻密にね授業構成ってやってて、やってることありますけど、僕はもう緻密に授業構成をせず、本当にその場でライブ感で課題をやってます。いやもう本当天才。やばいですよ。いや僕はできません。僕やったことない、そんなこと。だからこの間、今日受動体だったのみたいな。あ、それは。いやライブ感。テキスト作るときは、うんうんうん、例文と問題だけを作ってるけど、はい、もうそれもだいぶ前なんで、うんうん、何を書いたかも覚えてない状況でやりましたね。あ、もうその場で思い出しながら。そうですね、まあ普段教える時にこうするだろうみたいなので、ただまあ教え方だいぶ変えてるんで。あ、そうなの。僕頭身とか可愛いでも全部上なんで、うんうんうん、あ、できてることが前提のもの、のそれができてないっていうものにまずしなくてはいけない。ああなるほどね。あとはもう普通の予備校講師の教え方やってもその上はいっぱいいるんで、関先生とかいるんで、そうじゃないもう、まあ、真逆とまではいかないですけど、もうかなり逆の教え方です。ああそうなんか生徒が目の前にいるとその反応がまあどっかフィードバックされて、はい、あここでこの話は難しいかなとか、うん、もう瞬発的反射神経的に僕らって言葉を選ぶでしょ、はい、そうです。それが全くできない中でそれを作ってるってことでしょ。だまあ一人だけカメラのスタッフがいるんで、まあ、それは良かったかな。多分でもそのカメラのスタッフがいない方がもっと振り切れてボケられるのかもしれないね。多分誰も見てない方がもっとボケられるかなとちょっと思ってます。いやそれも見てみたいな。そんな感じでやってるんですけどね。本当にそうですか。で今は宗先生は、はい、どんな活動してるんですか。いや僕ちょっといろんな予備校とか塾とかあちこちで授業を、はい、まあ、させていただいてます、はい、でまあこれ言っていいところも悪いところもあるんで。あ、そうなんですね、うん、そうそう。で発表してはならないというところもあるんで、エロいところって、うん、まあまあそういったところはもう非常に興味深いんだけど、まだまだちょっとね僕なんて経験が浅くて。いや森田先生でもそういう感じがあんまないですよね。清廉潔白なんで。そっちに話を振ろう。他にも優等生な感じが僕あって。生授業もやってると。やってます、やってます、うんうん、生授業の場所は行っていいんですか。生授業は、ね、関西で僕やってて、はいはい、ここが実は言っちゃダメなんです、ね、あ、そうなんですね、うん、そんなとこお世話になってる、うん、で関東ではで、収録したり、はい、ね、生授業やってたんだけど、ちょっと今年やらなくなったりとか、はいはい、まあ、まだまだずっと動いてますね、まあ、そういう。じゃあ宗先生見たかったら、はい、自分で探して見つけて。いやーなんか、前にね、あの僕 YouTube で、はい、歌を歌ってる時に YouTube が出たみたいで。え、そうなんですか、うんうん、予備校講師に戻ってくださいってコメントが出てて、あ、もうやめて、予備講師なんだけどと思いながら。もうやめてると思われた。もうやめたと思われたみたいで。じゃあお願いします。その歌、いやここで、いや高いですよそれは。何の歌だ、ね、同窓会で集まった時に、あ、へ、うん、乾杯っていう、あ、長渕剛さん、はい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 、歌ったんですけどね、なんかずっと声潰れてるんで、はいはいはい、まあ、正直言うと本当はもっと上手いんですけどね。まあこれはじゃあそれも検索、もうめちゃめちゃ今日検索されてそうかもしれません。はい、じゃあまあ今はそんな感じで、はい、そうですね。これからはどうしようとかあるんですか。これからはまあただ呼びで活躍しようかなっていう。他の映像授業やめなきゃいけないんですよ。そうだね、難しいところありますよね。あとはね、あのこの人の許可取んなきゃいけないか。この人、あ、そうだ、うわこれ難しいわ。それは大変ですね。確かに校長ヘッドマスターですか。いやいや僕これ言っていいのかな。いや大丈夫、カットします。いや僕本当に都心と揉めて、まあ、じゃあもう やめるというか、はい、やめさせられるというか、
まあ、そういうことになった後、使えない話が多いな、どれぐらいカットしたら一体どれぐらいになるんだろう、うん、難しいですよね。いやすごい話が盛りだくさんですよ、うん、この相当ね、この動画売れるんじゃないですか、ここ、ね、いやもうディープなところに足を踏み入れすぎたもう正直やりすぎた。もうその時はもうなんか首切れるもんな、切ってみろみたいなつもりで戦いに行ってたんで、自分に自信もあったんだよね。そうですね、まあ確かに、うん、いやめちゃ面白いんですよ本当に。そうですね、いやいやもうそんなことはないんですけど、いやあこれからはまあそこで一応やってって、はい、この後またいろいろあるかもしれないと。そうだね、はい、はい、ぜひ期待してください、はいはい、ありがとうございました、ありがとうございました。